パームスプリングス国際空港はアメリカ合衆国カリフォルニア州にある民間空港。パームスプリングス市街から5トル東のところにあり、オンタリオ国際空港やサンバーナーディの国際空港とともにインランドエンパイア都市圏と呼ばれるカリフォルニア州南部の地域の中心的空港となっている。空港の総面積は3 8トルでターミナルビル一つと、 アスファルトで舗装された滑走路2本を備えている。またパームスプリングスが非管リゾート地であることから、夏季は運休される路線も多い。パームスプリングス国際空港は1939年に当時のアメリカ陸軍航空軍の基地としてカウイヤ族の所有する土地に建設された。その後1961年にパームスプリングス市がその土地を買収し、商業空港化し、 1964年よりパームスプリングス地域空港として再スタートした。2006年12月30日には第38代アメリカ合衆国大統領であるジェラルド・アール・フォードの遺体を乗せたエアフォースワンが彼の国葬が行われるワシントン大聖堂があるワシントン DC に向けてこの空港を離陸したパームスプリングス国際空港の前景 ありがとうございます。